町田市の公園内にある古民家で、建物が色鮮やかな光に包まれるデジタル掛け軸が開催中です。この奥の建物にはカラフルな映像が映し出されています。町田市の薬師池公園にある古民家、旧長池住宅で今週デジタル掛け軸の投影が行われています。デジタル掛け軸とは、映像を建物に映すライトアートで、映し出される映像は時間を追うごとにゆっくりと変化していきます。この作品はデジタル掛け軸を発明した長谷川明さんが手掛けています。こんな素敵なものが見れて嬉しかったです。すごい綺麗で来てよかったなって思いました。デジタル掛け軸の投影は午後5時から午後8時で、27日日曜日まで行われます。